ドン・ガルシド・ナ・バールまたの名を嫉妬深い王子は、モリエールの儀曲。1661年発表。同年2月4日初演。ドン・ガルシーとドン・シルブは恋きであり、エルビールをめぐって争っていた。彼女は二人から愛されていることに悩み苦しんだ末、ドン・ガルシーを選んだ。だが、ドン・ガルシーは何かにつけて嫉妬心を剥き出しにするので、エルビールはその度に、 弁明と潔白である証拠を彼に突きつけて、納得させるなど、彼の嫉妬に手を焼くのであった。ところが、そうこうしているうちに、恋がたきであったドーン・シルブは、エルビールの実の兄であったことが判明する。恋を叶えることに成功したドン・ガルシーであった。1660年にパレロワイヤルの使用権を獲得してから、初めて同書で公開された作品である。 モリエールは本作を数年来の構想の末に完成させたようで、上演の前年である1660年に、すでに本作の印刷特許権を得ていることなどから、上演に向けて周到に準備をしているようである。しかし、観客の評判は大変悪く大失敗に終わったため、パレロワイヤルでは早々に上演を打ち切った。しかし、宮廷においては1663年まで折りに、 触れて上演しており、1662年には本作を出版しようとするなど、彼自身は本作に大変な愛着を持っていたようである。本作の第4・5幕のセリフが、人間嫌いの第4幕にほとんど変更を加えずに転用されている。ありがとうございます。